パート2は、あ、パート2なので板書式にするのでノートとかを準備してくれるといいかなと思います。で、初めに、まあ、エクステンションとウィッドの話をするんですけど、その前に BP よくあるある質問集を先にやってみようかなっていうふうに思っていて、 BP ってオープニングガバメント、オープニングオポジション、クロージングガバメント、クロージングオポジションってあるんだけど、すっごいよくあるし、俺もすごい思っていたのが、オープニングガバメントとオープニングオポジションの時だったら、なんとなくオープニングガバメントが優勢かなっていうふうに思っていたんだけど、なんか CO で神降臨みたいな、めっちゃ強い人が出てきて、なんか王子の全部議論全部消えたぞっていう時に、オープニングの時は結構オープニングガバメント有利だったのに、これってどうなるんだろうって、なんかこれすごいよくあると思うんだよね。まあ、で、いろんな解釈の仕方があるし、まあ、極論ジャッジ次第なんだけど、なんか自分がすごいよく見るのは、まず雇用してるかどうかっていうのはすごいよく見るんだよね。CO がオープニングガバメントにめっちゃそのバッサリさ、レフューテーションしてるときに何も立たなかったら、それってもなんか負けましたってことじゃん。それはなんか良くないのかなって思うし、自分もそうだし、結構先輩の中では、コミュニティが各チーム何回取ったのかっていうのは、なんか上にジャッジするときそういうのすごいメモしてるから、よく立ってくれるとエンゲージの姿勢が見えて良いのかなと思うんだけど、まあ、そういうのはすごいよく見たりとか、あと、オープニングガバメント、オープニングポジション、まあなんか本当にタイっていうのはないわけじゃないですか。結局各アーギュメントにおいて何かしらコンパイしてるかだったりとか、アナリシスの量っていうので何かしら差がついているから、この前提にあるのは結構ここが差がつけがたかったときにっていう話だから、まあ、そこはしっかり見てくれるといいのかなっていうのが似て、ただ本当に本当に全くタイのような状況かつほとんど差がないときに CO がすごいそのアーギュメントを立って切ってきたら、それってもそのこのラウンドにおけるさコントリビューションっていうのはさっき言ったように低いわけじゃないですか。そういうときは結構負けてしまうことっていうのもあるのかなっていうのが、この CO とかクロージング神降臨型のときに。で、なんか2つ目はオープニング型、オープニングガバメントビックリデフィニション型っていうのがあって何でもいいけど、じゃあなんかリーガライズマリファナとかいうときに、これを鑑賞用でやりたいとか、宗教儀式で使いたいとかさ、そのようなディフィニションでされても、それは違うじゃないですか。っていうときに、まあ、オープニングオブジェクト、この場合は普通にディフィニションチャレンジしてくれるからいいし、他にもね、なんかあるんで、ICC、インターナショナルクリミナルコートなんだけど、これってあれじゃないですか、なんかインターナショナルキャットコミュニティの話ですみたいなのを言っても。ICC だけど、それは違うじゃんっていうので、なんか仮になんかここまでね、ここまで応じる今一型だったら、それはオープニングコンディションがあるディフィニションチャレンジとかしなくても、まあ、CC からなんかディスティベイティーサーバーっていう形で始めてくれればいいのかなと思う。ただここから真面目に聞いてほしいんだけど、原則特にオープニングオポジションがそのディフィニションに乗った時に関しては、クロージングガバメントっていうのはオープニングガバメントのディフィニションに乗るのが望ましいとされています。これナイティングをするのは良くないっていう、まあ、よく言われると思うんだけど、どういうことかっていうと、2年前にね、ネオっていう北東アジア選手権、今年日本で来るやつであったのが、そのカントリーっていうか、まあ、ステートっていうのはファミリーブランディング、まあ、その結婚であったりとか出産っていうのにナッチしてはいけないみたいな、まあ、何かしらのインセンティバイスだったりお金を与えるのは良くないよねっていうので、まあ、それがモーションだったと。っていう時に、普通のオープニングガーメントだったら、まあ、チョイスっていう話をするわけです。それこそプライベートイシューかもしれないし、その個人が決めるので政府による介入とか干渉っていうのは良くないっていうのが結構期待されることだったんだけど、結構そこのラウンドでよくあったのが、なんかすごいハードスタンスをとって、いや、なんか干渉とかそういうのじゃダメだから、それこそ中国みたいに一人っ子政策であったり、なんかフォースしないといけないんだっていうのは、自分のラウンドもそうだったし、実はトップラウンドのスタートのところもそうだったんだよね。その時は、なんか、大は結構爆死してたんだけど、どのラウンドでも。だからクロージングガバメントっていうのは、ある程度、そのハードスタンスのディフィニションっていうのにすごい乗っていたんだよね。他にもすごいたくさんあって、じゃあシンタックスが良くないよっていう時でも、どういう意味で良くないのかっていうのは、そもそもバンしないといけないから良くないのかもしれないし、それともチョイスが、制限されているから、まあ、お金っていう形で良くないのかもしれないし、結構モーションに解釈の余地があり、それなりにリーズナブルなディフィニションっていうのをオープニングガバメントがしていたときは、それにできるだけ寄り添うこと、特にオープニングオポジションっていうのがそれに乗っていたときっていうのは寄り添うことっていうのが望ましいとされている。それを、まあ、ナイフィングをするのは良くないっていう話なんだよね。ただ、まあ、この良くないっていうのもジャッジによってはすごい取り方が違って、だから、まあ、オートマティカリルーズっていうのは絶対にないっていうのはそれはそうなんだけど、まあ、そのどれぐらい、なんかコントラがどれぐらい重く取られるのかなっていうのとすごい似たような概念だと思うから、そんなに怖がらなくてもいいんだけど、ただ原則ラウンドにおいてオープニングガバメントっていうのがモーションをセットアップする権利っていうのがあり、それが一つの重要なロールとして DP においてある以上をできるだけ寄り添う努力っていうのをクロージングガバメントの時だったりクロージングオポジションの時っていうのはしてほしいのかなっていうのがこの2つのケーススタディのところです。で、他になんか BP あるある質問とかあるかな。これは結構この2つかなと思ったんだけど、大丈夫そう。よし、じゃあ、エクステンションについて始めやります。
テンションって何かっていうのを、あ、なんかね、あ、そう、今日なんかまず最初に言いたいのは、これだけ来てくれてすごい嬉しくて、今日若葉杯の翌日だから、それなんか10人ぐらいかなと思っていて、初めそのあれだったんだよ、メールにさ来た時に参加者の名前全員覚えようって思って、あのノートなんだけど、ノート作ってたんだけど、途中でさすがに挫折してしまいました。さすがに無理だなみたいな。でもなんか一応全員の名前書いてあるから、結構当てようかなって思ったりしていて、なんかどうしても当ててほしくない人はなんか名前呼ばれた瞬間に手でバスとか作ってくれますから、うん、全然なんか自分はすごい語れるのそんなにそんなになんだ好きなタイプじゃなかったらすごいわかるし、まあ、そこは任せます。はい、で、じゃあエクスペンションってそもそも何かっていうのを聞きたいんだけど、じゃあ渋田。エクステンションはオープニングのところから出ていない話を新たに加える、このモーションレレバントでかつインポータントの話を加えるっていうクロージングがやるべきです。素晴らしい。さすが。そうなんですね。エクステンションって何かっていうと、今オープニングで言っていないっていう理由っていう用語と、かつインポータントな、まあネットコントリビューション。で、なんかインポータントって何かっていうと、イベントってさ、モーションがありますって、今有本さんがモーションにレレバントと、レレバントって言葉を言ってくれたんだけど、そのなんかそのディベートにおいて重要であるか重要でないかっていうのは何かっていうと、2つのベクトルがあって、このモーションからモーションにワーディングに書いてあるから、例えばじゃあインポーズファットタックスとか言うときはさ、そのファットタックス悪いものですよって言っただけだったらそれはバンかもしれないわけですよね。なんでこのタックスっていうディスインセンシバイズっていう形を取っているのかっていうのは、それはモーションから来るユニークな分析だし、そういうのをしてくれるとすごいモーションから来る重要な分析っていう話もあるし、あとはこのラウンドで起きたことっていう意味での重要性っていうのがあるんだよね。どういうことかっていうと、例えばじゃあバンタバコとかいうときに、まあ、ブラックマークとドルは個人的に結構重要な議論だったなと思うんだけど、じゃあディベートで話されないことが話されませんでしたって言ったらさ、そのもちろんエクステンションとして言ってくれる分にはいいんだけど、そのラウンドにおいてブラックマーケットって、例えばじゃあ CO がレフィテーションで一言言っただけですって言ったら、このまたそんな大事じゃなくなるんだよね。本来は大事であるかもしれないのに。っていう意味で、そのラウンドにおいて何が、例えば何がコンセンサスであって、何がコンテンシャスであるのか、わかるかな。例えばアルファエクスペリメントの時に、その、OG がもう全部禁止しますみたいな、そのまあペットとかもズーとかもアニマルライト絶対大事ですっていう話をしたら、すごい、その、なんだ、アニマルライトは、まあその線引きなんだけど、どこまで認められてどこまで認められないのかっていう、なんかそういう結構ラディカルなスタンスを取られた時には、その議論っていうのがより普段よりも重要になったりするわけなんだよね。つまりスタンスだったりアーギュメントで何を話すかっていう、このラウンドによって何が重要であるかっていうのがすごい変わるっていう、そのインポーテンスっていうのはモーションから来るのとラウンドから来るこの2つのベクトルがあるよっていうのを覚えておいてくれるといいのかなって思います。で、じゃあエクステンションって何かっていうと、何かじゃない、エクステンションの構成要件なんですけど、あ、後ろの人見えますか？さあ見える？はい。で、エクステンションってこの3つの構成要件がなっているのかなと思っていて、どこをエクステンドするのかっていう要素と、どうやってエクステンドするのかっていう要素と、そのエクステンションがなんで重要であるかっていう話で、この概念ってすごい汎用性が高くて、例えばあのリフュート
リフュートの時に IC アプローチっていうのが結構確立されているんだけど、そのアイデンティフィケーションのクリティックイバレーションからそのどこを反応するのかっていうのを決めますっていうのが1で、次にじゃあそれをどうやって崩すかがノットトゥルーだったりカウンタープロダクティブだったりって言って、でその後にその反応がどれだけクルーシャルだったのか、向こうのじゃあ前提が消えましたよっていう話であったりっていうのを、例えば何でもいいけど、あの、まあ、マリファナとかの時にバンする側っていうのは人がすごいラッシュなるっていうのが、まあ、すごい前提だったかもしれないけど、これによってすごい消えたことで向こうのプリンシプルだったりインパクトっていうのは消えましたよねっていう形で、いかにそれがクルーシャルだったのかっていうのを反応の時には、まあ、この3つから言ってほしいなっていうのがあって、まあ、結構それと近いんだよね。どこをエクステンションするかっていうのと、どうエクステンションするかっていうのと、なんでそのエクステンションが重要かっていうので、概してこの3番目っていうのは VIP スピーカー、そのメンバーの次に話す人っていうのが、なんで私たちの話っていうのがこのモーションまたはこのラウンドにおいて重要だったのかっていうのを見せてほしいっていうのが主にこの3つになっていますと。じゃあこのウェアトエクステンドなんだけど、なんかどこにくっつけるかなって、まあ、じゃあそっち図解の方で見てほしくて、あのクロージングガバメントとかからくっつけるところって多分4つあるのかなと思って、1つはこのモーションでまだ分析されていないところでモーションにくっつけるっていう話と、オープニングガバメントで例えばスキルが抜けていましたっていう時に、じゃあオープニングガバメントにくっつけるっていう話と、オープニングオポジション、アニマルライト守りたいって言ったけど自分たちが実は守れますっていうオープニングオポジションにくっつけるっていう方法と、あとはオープニングガバメントとオープニングハーフっていう言い方をするんだけど、ここではすごい答えが出なかったところ、人がラッショナルかイラショナルかなんて答え出ないわけじゃないですか。仮にイラショナルだったとしてもとか、仮にじゃなんでそれは重要じゃないのかとか、そういうオープニングハーフにくっつけるっていうこの4つのやり方があるんだよね、ディベートにおいては。でそれをモーションにくっつけるのと、オージーと、あ、ごめん、オージーじゃない。オープニング、ハーフと、オーと、あ、これ、シミシミだったみたいな感じね。で、なんかオープニング、なんかエクステンションが出にくいなって結構この時期に感じる一つの理由として、結構オープニングガバメントは言っていないことを話すと、なんかそれはすごい正しいんだけど、基本的に OG と同じような考え方をしていて、プログラムソリューションジャスティフィケーションみたいな形をして、よし、じゃあ何か新しいことを言おうっていう時に結構言われてしまう。 SQL も待ってるし APM も待ってるしプリンシプルも待ってるぞみたいな、結構そういう経験があると思うんだけど、だからこそその一番重要じゃないっていう意味ではないんだけど、モーションの全てのワーニングを肯定してるのかなであったりと、これは試合を踏まえた上で、だってあれじゃん、後出しじゃんけんっていうのがすごいさ、クロージングの特権なわけだから、ここがすごいデッドロックだったり答えが出てませんでしたよっていうの、結構アーティフィシャルに作っちゃってもいいぐらいなんだよね。だからこそここのまたっていうのがすごい重要ですっていうのを、オープニングハーフからそのエクステンションを生み出すっていう話、まあ応募と応じにしてもそうなんだけど、じゃあでここまでは結構今までね、セオリティカルなことを抽象的なことをやってきたんだけど、ここからそのエクササイズだったり演習的な要素を実際にモーションでどうやるのかっていうのをすごいやっていきたいと思っています。でどうしよう、これ映してない人いる、大丈夫、あの、じゃあまずモーションにくっつけるときっていうのは、初めにヒントを言うんだけど、動詞、あの This house would の後の言葉、バンなのかホースなのかとかっていう話と、あとは全てのワーキングまあこれをすごい考えてほしいなと思って、で用意してるのが、
通る、しばらくモーションを書いていくんだけど、うん、考えていってね、その素早くしたらまたオープニングがこういうこと言いそうだよねっていう話をして、もちろんそれもみんな考えてほしいんだけど、その後にじゃあこういう時にクロージングだったらどういうエクステンションが残ってますのかねっていうのを、まあ、このさっき言ったあの体系に沿ってやっていこうかなと思います。でもう一つが、先月あったあのジェミニーカップという2年生最強決定戦で、あの決勝で出された論題です。多分難易度的には一番下が一番簡単で、これが模擬数2013年の関西優先かなで出ていたやつで、まあ、これは結構そこそこあのいろんなところで出されているやつ、まあ、1年生だったらあれ、これは基本的にガバを考えて、どうしようかな、じゃこれをガバで、ガバだから CG とかね、これも CG でこれだけ応募にしてもらおうかな。でまあ、なんか下の話ってイントロデュースパッドたくさん結構何回もやったことがあると思うんだけど、結構話すのってさ、じゃあファットタックス、それこそファッティーフードを食べていることで健康被害が出ている人がいますっていうプログラムにして、さっき言ったみたいにタックスっていうのをかけることである程度ディターランスが働くのではないでしょうかという話で、それこそ食べ過ぎとかをすごいあの抑止する効果があります。で政府としてヘルスっていうのはすごい重要視していて、何でもいいけどじゃあエデュケーションでもしているし、それこそ体育の授業とかもしているわけだし、すごい健康っていうものを守るのは大事ですと。まあ、なんかこういうオープニングガバメントがいたときに、じゃあクロージングガバメントだったらどういうのかなっていうのを、考えてほしい。で、まあ、ヒントを言うと、さっき言ったなんでバンじゃなくてタックスなのっていう話にちょっと注目してくれるとよりエクステンションが出やすいのかなって考えてます。で上はってことめっちゃ回ってね、上はあ、いや、まず下の、じゃあ下の2分後にちょっと試しにやってみます。その真ん中からでも今日2年生もすごいたくさんいらっしゃっているので、あの2年生とかにも勉強になるといいかなと思ってちょっと難しいのを入れてみました。ここ消してダメな人を大丈夫かな、はい、じゃあさっき言ったオープニングガバメントに比べて、あの他にこれ言えそうだなっていうのがある人、
と言ってもあれなので、じゃあちょっと差し合おうと思います。じゃあさやか、はい、はい、健康被害のせいで、政府はその病人に対してお金を払わなくちゃいけなくて、例えばそのマックの食べ過ぎで肝硬変とか糖尿病とかを犯して、そういうのに政府はタックスを払って、その保険も多分政府が一部負担してるから、そういうのを払ってるから、でもタックスは本来そういうため、そういう一部の人のために使うんじゃないよねって。良い話、良い話。そうだね、ごめん、なんかさっき、ちょっと俺が若干しょぼい OG だったとかので、なんかじゃあ OG が、なんかそれすごい、なんかそれをもし OG が言ってなくて、それ言ったらすごい妄想に近いし、それこそ政府としてって視点も出てるし、ファックスっていうニクネスも出てそうだし、すごいいいエクステンションだなと思いました。で、じゃあなんか今度はもうちょい強い OG を想定したくて、じゃあなんかそういう話を結構していましたみたいな時に、結構この時期に向けがちかなと思うのがメソッド工程っていう方なんだよね。で、どういうことかっていうと、今、最後は結構してくれていたんだけど、ディベートって、This House の後に動詞があるんだけど、3つに集約されると思っていて、ポリシーディベートの時って全部この5つのスペクトラムというか5つのメソッドにポリシーって分かれるんだよね。どういうことかっていうと、バンっていうのはもう 100% 絶対にやってはいけませんっていう話で、アラウだったりリーガライズっていうのはまあその許します、どっちでもいいですって話で、フォース、例えばマンデトリーフォースみたいなっていうのは 100% やらないといけない義務ですっていう話で、じゃあインセンティバイズとディスインセンティバイズってどういうのがあるかっていうと、まあ、ディスインセンティバイズっていうのはそれこそタックスとかのシンタックスって言い方をするんだけど、そういうものをやったりとか、インセンティバイズっていうのはじゃあサブシダイゼーションとかお金出しますみたいな、全てのディベートっていうのはこの5つからなっていて、ポリシーの場合はね。で、なんかそれをなんでここなのかなっていう話をすごい考えてくれるといい。だからこれもさっき言ってくれた話もそうだし、じゃあなんかオポジションである程度必要な人がいますっていう分析が出たとするじゃないですか。その時はじゃあなんでこのディスインセンティバイズって方法を取ってるのかっていうのをすごいモーションにどんどんユニークな話をしてほしいんでね。で、シンタックスとかタックスの本質って何かっていうと、リマンドで需要供給曲線知らない人大丈夫、なんか東大の授業でいたんだよね、1年生の時ね、結構びっくりしたんだけど、で、なんかこれはこっちが需要ね、でこっちが、供給の方で、縦軸がプライスで横軸が、まあ、その量であるよっていう話で、シンタックスってそもそもシンタックスってファックスの本質って何かっていうと、この価格をある程度上に上げることで現状ここなんだけどね、まあそのの消費量っていうのはこれなんだけど、タックスをやることによってこれを ここになると、つまり大事なのはこのタックスだったりディスインセンティバイズって方法を取ったときには、ここの人たちこの減少分であったり、この変化っていうのマージナルアナリシスっていうんだけど、この変化がどうして大事なのかっていうのをすごい考えないといけないわけなんだよね。例えばだけど、じゃあ、まあ、オポジションっていろんなやり方があってさ、それこそネセシティがあるんですっていう話だったら、まあ、なんかネセシティがあるんですって話になりました。結構モデルであったりとか、なるべくバウチャーっていうんだけどね、まあ、こういうタックス、先タックスで収入が増えるって話もしてくれたんだから、それである程度対応しましょうって話であったりとか、あとなんかここでじゃあなんかチョイスであるとか、まあ、それこそネセシティであるっていう話もあるんだけど、スティールさ、これぐらいの人っていうのはまださ消費が続けられるわけじゃないですか、タックスが入ったわけでも、これはバンじゃないから、だからじゃあなんかバランスアウトっていう言い方ができるわけだし、そんなにビクティマイゼーションが起きないよと、むしろここでじゃあなんか諦める人ってどういう人かっていうと、そこでなんかこのタックスってさ、まあ、言うて何パーセント
10% かもしれないし何パーセントなんだけど、それによって変わる人っていうことはそんなにネセサリーでそんなに必要なチョイスとかあるのであれば、これでは変わらないわけじゃない、それがここの人たちなんだよねっていう形で、すごいなんかバランスアウトであったりとか、なんかなんだろうな、モーションのこのメソッドであることのユニークな分析っていうのはこれによってすごいできてるのかなと思うんでね。で、なんでこれが言ったかっていうと、それが次の上のモーションでその、まあ、自然遺産富士山とかであったりっていうのに今入るのよくあのプロフィリーとしましょうっていう話なんだけど、このディベートですごいよくあったのが、 OG がすごいなんか S 級のプログラムとして観光客のマナーが悪いとかであったり、そのナショナルヘルテージっていうのが結構、まあ、破壊とまでは言わなくても結構その悪影響を及ぼされているんですよっていう話をする。で、まあ、エンパワーメントっていうのはすごい大事なんですよっていう話なんだけど、俺が見たラウンドでは往々にそれディストリクトでよくないみたいな、ある程度観光客ツアーみたいなので現地の人がガイドするであるとか、ある程度マナーを守らせるっていう方法を取れば OG 会っていうプログラムって存在しないんですよねっていう話をしていたんだ。それはつまりこの OG はそれだけだったらここあのなんでバンなのっていうところまでまだ肯定できていなかったんだよね。じゃなく具体的にどういう話をすればいいかっていうと、なんか俺がその見試合で見た CG っていうのがすごいその人のキャラクター、さっきの人っていうのがマナーいいとかマナー悪いとかに関係なく、その人がそもそも入ることでユニークなハームっていうのがありますよねって話をすごいしていた。それは道路を補正するっていうのかもしれないわけだし、まあ、何かしらの建物っていうのは作らないといけないわけじゃないですか。で、こういう、まあ、屋久島とかイメージしてくれれば分かるんだけど、結構、まあ、原生林とかですごいそのフラジャイルであったり、結構まあ脆いようなところが多いわけなんだよね。それは人に長らく手をつけられてこなかったから、自然のとか都会の自然とかとは全然違うわけだ。そういう時に他にもすごいたくさんあって、人が入るだけでじゃあ 足跡っていうのがあるだけで、じゃあそこの動物とかがさ、例えばクマとかはさ、カビとかもさ、その足跡とかを目印にやってるかもしれないのに、そういうのが壊れるかもしれないわけだし、ここのどんなベストケースであっても人が入ることによってもう入る時点でダメなんです、だからバンしないといけないんですっていう話をすると、このモーションのプロヒビット、さっきのリストレクトではできないようなバンっていうのをすごい肯定できているんだよね。これが一つ目で学んでほしいメソッド工程、なんでこの方法なのっていうのは結構ジェネラルな、下のだったらじゃあヘルスからチョイスであったりとか、上のエンバーメントのプロテクションっていうバンサスのヒューマンライトみたいなのだと結構抜けがちな視点だから、そこはモーションからすごいエクステンションっていうのを考えてくれるといいのかなと思う。で、じゃあ今度下真ん中のモーションなんだけど、真ん中のモーションすごい難しく、これなんかね HKBO っていうその香港の大会4年前かな、決勝で出ていたんだけど、そこでじゃあなんかどういう話がされていたかっていうと、結構その、まあ、ナショナリズムっていうのがさ、あのいいものか悪いものかみたいな、まあ、ユニティを深めるものでありますよねって話かもしれないし、結構まあブレインウォッシュであったりとか、まあ、コージョンかもしれないし、悪用されるリスクもありますよねみたいな、このナショナリズムへの分析っていうのがすごい、まあ、出るわけだ。で、CO が何を言っていたか、もちろんさ、O はさ、ナショナリズムって結構いいものだから、それこそ教えるべきだよって話をするんだけど、CO ですごい何をしていたかっていうと、いや、本当に確かに、じゃあ、OG の言うように、ナショナリズムっていうのが悪いかもしれないけど、この、ここ、それってさ、ここの議論はしてるけどさ、このエデュケーショナルシステムっていうのを教えるっていうところの分析っていうのはまだそんなにされていないのかなっていうふうに思っていて、そこでどういう話ができるかっていうと、結構ナショナリズムをインスティールするアクターっていうのは他にもたくさんいますよって話をしてたんでね。それはメディアの人かもしれないし、家族かもしれないし、おじいちゃんおばあちゃんかもしれないし、それこそオリンピックとかのためにさ、つまりナショナリズムっていうのはインスティールされるわけだし、まあ、もっと例えばラジカルの例でいくと、じゃあ右翼かもしれない、あのライトウィングの人かもしれないし、その政治家の人かもしれないわけだ。で、なんかそのような時にエデュケーショナルシステムってそれこそすごいオープンだし、チェック&バランスっていうのも働くわけだし、中立的に教えられるわけだしっていうので、むしろ良くないみたいな話をしていたんだよね。そうするとこれはなんかどういう結論っていうか、その教訓が得られるかっていうと、モーションの肯定する否定するっていうのは全ての用語を肯定するまたは否定するっていうことだから、さっきから言ってる制御っていう視点を加えてほしいっていうのは、例えばこのポリシーモーションだったらここを肯定してほしいっていう話だし、メソッドだったらここを肯定してほしいっていう話だし、これでモーションのワーキングが長いときは結構オープニングっていうのはそのビッグクエスチョン、ナショナリズムっていうのはいいものと悪いものかっていうのはすごいビッグクエスチョンだから、そこにもう難しいね、これオープニングも結構ジレンマで、ここだって押し負けたら結構勝つの難しいわけじゃん、自分たちのケースの一番怖いところ。だから結構そこに時間を使っちゃう人っていうのが多いのかなって感じてるからこそ、そのモーションでアナリシスが抜けてるようなワーディングっていうのがあったら、すごいユーティライズしてくれるといいかなって思います。以上が、モーションからエクステンションを探すっていうところです。ここまで大丈夫かな？質問ある人いますか？から想定されうるエクステンションとか、はい、ワーディングから想定されるものって、はい、どこまでがとんでも議論にならない範疇としてジャッジとした評価を出しているのかなと
なんかモーションから想定されそうなんだけど、うん、それを CG が出してもそれってあんまり意味なくないっていうような、とんでも議論としてちゃって、何がバリットなエクステンションの領域に入るのかなっていうジェネラルであれば、いやいや、なんかそのモーション、まあなんかそのじゃあそれ関係は、まあ、イレレバントじゃないみたいなので結構放置されるみたいなので、それこそ CO ってやった時に結構あると思うんだけど、それは、まあ、メンバーもそうだし WIP っていうのはすごい大事かなと思っていて、つまりそのアーギュメントを相手のケースとかにすごいぶつける、つまりなんか何にもぶつかってなくてモーションからも離れていたら、それは確かにちょっとイレレバントなのかなと思っちゃうんだけど、このアナリシスによって向こうのベーシスである、それこそ人々のじゃあキャラクターっていうのか、じゃあこれも例えばじゃあ向こうはチョイス守りたいって言っていいんだけど、そのチョイスっていうのもある程度担保されることを示しましたよねっていう形で、何かしら相手に絡めることができれば、すごいモーションには関係あるって言えるのかなって思う。それがさっき言ったモーションから来るインポーテンスって言ったレレバンシーと、ラウンド中から来るレレバンシーで、今回みたいにモーションのワーリングから引っ張ってきてるときはある程度まあレレバントだなっていうのは結構認識があるんだけど、そこに明示されていないようなことっていうのを言うときは、必ずラウンド中で他のチーム、何でもいいんで、オープニングガバメントの前提を埋めましたって話でもいいし、向こうの前提を壊しましたでもいいし、向こうのバリューっていうのを守りましたでもいいわけだし、何かしら相手に絡めてラウンドにおいて重要だったっていう話をしてくれるのがすごい大事なのではないかなと感じています。はい、でじゃあ次で、じゃあ今度ね、あ、皆さんデッドロックってことわかりますか？リレー場所はそんなイメージしないかもしれないけど、そのノーアンサーみたいな、まあ、よくなんかジャッジで水かけでしたねって表現を聞くことあると思うんだけど、まあ、まさにそういう時、じゃあなんかデッドロックを崩すのはどうすればいいのかっていうのなんだけど、これが多分みんなが一番エクステンションと聞いて、あの結構ひらめき型なんです。今多分吉井さんが言ってくださったのと結構近いと思ってて、広告禁止ってなんか1回は見たことあるかなと、2年前のバングラディッシュあれだねの、バングラディッシュもあれだけど、バングラディッシュのディベート国内大会の決勝戦で、ワーディングはちょっと違うんだけど、この議題とか出ていて、すごいよくいろんなところで見るのかなと思っていて、結構よくオープニングがする話としては、まあ、なんかチョイスっていうものがあって、その購買とかの時にね、でバンする方は今これのせいでクオリティとかがすごい下がっていますっていうので、こっちは情報が多くて、ね、クオンティティがいいですっていう話だったり、それこそ人々のラショナリティっていうのが、いや自分でそのちゃんと判断できるでしょとか、ブレインウォッシュされて、ブレインウォッシュに近いような状況が起きるって話だったりとかっていうのがあって、まあアンハッピーハッピーで、政府としての、まあ、インターベンションというのはレジティメイトでレジティメイトじゃないよっていうような、まあ、なんかオープニングだったらこういう話が出るのかなと思うから、あのぜひ、どっちもいいけど、じゃあ CO、 さっき CO したまで見たかったから CO でどういう議論があるのかっていうのを少し考えてくれるといいのかなと思う。これ人々がラショナルかどうかっていうのは結局結論出にくいわけじゃないですか。もちろんなんかあのアドバタイズメントっていうのがすごいもうなんか会社のすごい大きな戦略となっていて、 CC とかテクノロジーを使っていて、 Google とかにもすごいブレインウォッシュされやすいとか、なんかいろんなメカニズムが立てられるんだけど、極論それでも流される人もいれば自分でちゃんとそれを言ってられてきてる人もいるわけだから、そこ以外の何かしらこのモーションをサポートなりを構図する理由っていうのがあるのかなっていうのを考えてほしい。これ結構さっき吉井さんが言ってくれた一見ぶっ飛んだようなあのやつとかをどんどん思い浮かべてくれるといいのかなと思います。で30秒雑談をすると、なんか幸福学っていうのを一時期ハマってたんですよ。で、なんかハピネスイックスかな。で、なんかそこにすごい書いてあったのが、なんかアドバタイズメントはやばいみたいな、すごい
あの幸せの何だ敵だみたいなのがすごい書いてあって、まあ、アルゴ体制にとって結構ディベートの SQ ヘッドすごい近くて SQ なんかその今の潜在者汚れ取れませんみたいな、なんか SQ だったらすごい全然良くなくてどんどん新しいの買わないといけない、なんか物を飽きさせるっていう要素だったりとか、結構その自分の買ったものを結構まあリフレットに近いような状況を常に何回も人に運ぶものですごい良くないよねみたいな、あのなんか研究なり論文っていうのが結構あって、まあ、だからこの文章一見びっくりなんだけど、必ずしもそんなになんか現実可能性があるかっていうと難しいんだけど、結構まあ議論の価値はある時代なのかなっていうふうに考えてて、だからこそディベートの大会でもすごい出るのかなっていうふうには個人的に感じています。はい、じゃあまた2分後ぐらいに仕様を考えてください。よし、じゃあ、UPBS の池内くんいますか？池内くん何かありますか？すごいユニークって言われて、うん、まあ何でもいいよ、何でも答え一つじゃないし、エクステンションで多分その気になるのがめっちゃいくらでもあるから、うん、じゃあ、なんか新しいビジネスを立ち上げようとした時にアドバタイプが使えないと、うん、なんか自社の宣伝とかできないから、うんうんうん、生まれてこなくて、うんうん、あ、すごい話、すごい話。それね、なんかすごい良くて、これに似たようなモーションで、なんかアドバタイズメントオブジャンクフードみたいなモーションがあるわけだ。ジャンクフードもその広告を禁止します。で、まあガバメント側が結構ヘルスっていうのをまあ大事ですよねって話で、ここはまあカンパニーのアクティビティって話をするんだけど、結構なんかその見たことあるんだけど、仕様でなんかどういう言い方をしていたかっていうと、それこそ SQ さケンタッキーフライドチキンとかさマックとか、まあ、そんなにヘルスイとは言えないようなカンパニーっていうのはある程度ジャンクフード業界が多いですよっていう話の中で、結構今池内さんが言ってくれたようなイマージングカンパニー、それこそあの、まあ、サブウェイとかもちょっと近いけどさ、その健康をある程度意識したようなファストフードっていうのをどんどん上げていくような要素っていうのがあるのにもかかわらず、アドバタイズメントがないとそういうのを知る機会とか結構むしろないですよねって言って、むしろヘルスに悪いっていう話をしていた。でもなんか CG もすごい良くて、で CG がどうやって返すかっていうと、じゃあなんかそしたら広告戦略っていうのは誰が広告によって利益を得ているのかっていう話が今度ディベートがどんどん移っていって、結局それでマックなりケンタッキーなり結構 SQ ドミナントな人っていうのが自らの市場拡大っていうのにあのなんだ広告っていうのをユーティライズしてるのではないか。で、ここで大事なのはどっちが勝ったかって話ではなく、オープニングが話していたヘルスとカンパニーアクティビティっていう結構ジェネラルな概念よりもずっとモーションに近くなっているのが分かる。ジャンクフードのアドバタイズメントっていうのが人々にどういう影響を与えていて、カンパニーがどういう力を持っているかっていう話。こういうふうに、そういう意味では今話してくれたのっていうのはすごいモーションにユニークだし、かつじゃあ例えば CO のそのスタンスっていうのは、オープニングガバメントが守ろうとしていたヘルスっていうのを自分たちが守ろうとした、まあ、フリップっていうのは後でやるやつなんだけど、っていう意味ですごい良いスタンスなのかなっていうふうに考えてます。
で、なんかこれで使用で、なんかどういうことが言えるかっていうと、一つ、なんか来るときとここに来るまでにさ、広告ってたくさん見たじゃないですか。なんかそういう結構一般 の, あの日常から考えてほしくて、スポンサーっていう概念があるわけだよね、広告で。例えば公共交通にしてもそうだし、まあ、Google とか YouTube とかでも何でも、野球チームとかでも何でもいいんだけど、結構その話ができるのかなって思って、特にアメリカとか、まあ、その公共交通っていうのが、それこそある程度プアであったりとか、まあ、貧しい人っていうものがすごい支えになっているわけで、俺たちがさ、ニュースペーパーとかさ、それこそ鉄道に120円で乗れるのなんでかっていうとさ、めっちゃスポンサーの影響って大きいと思わない？その人たちがお金を出しているからこそ、俺たちのそのプロダクツへのとかのアクセスっていうのがすごいローバーになってくれていて、なっているんだよね。で、守れるのってそれこそ貧しい人たちであるわけだ。っていうと、なんかスポンサーってこれ一見ディベートから結構なんか直感で来るもんじゃない。これ直感でディベーター思考するって結構チョイスって話になるんだけど、それでもその結局今の話をうまくコンシューマーにとってベネフィットがありますっていうところで落としたりとか、向こうの話、例えばラショナリティがいらっしゃるかっていうのはすごいデッドロックだったけど、いや、そもそもそのお金を出してるってその広告、その携帯自体がすごいコンシューマーにとってベネフィシャルなものですよっていう話とかをすると、すごいここの多分ね、ここを伸ばしてもどうせそのOGと同じケースというか、OGの先兆にありましたねっていう形で、結構上を上回るのは難しいから、こういう思考法とかもできると、より良いのではないでしょうかと思います。ここまで質問ありますか？大丈夫？じゃあ今度は、棒にくっつける。発想してくれる、これすごいメーカーでも活かせる。だってフリップであったりとかさ、向こうの暴れちゃえばこっち使えますっていうのは、それこそセカンドとかがすごい使える概念だから、よく青肉っていうと、これあれやの CG とかで、相手の守りたいようなものっていうのをすごい、まあ、あの守れますよって話をしたんで、青肉っていうのってなくて、相手に相手サイドにすごいくっつけることっていうのが、そのこれ一般に言われてるフリップっていうものだよね。で、これって結構ほぼいろんなディベートで生かすことができて、例えばアニマルエクスタイメントってすごい古典だから、そのエクステンションないんじゃないかなって結構考える人多いと思うんだけど、まあ、ガバメント側っていうのはそれこそアニマルライトっていうのがあって、応募っていうのがじゃあまあヒューマンのベネフィットっていうのと、あとはレセスティっていうのをまあよく話すんだけど、その時に、じゃあ例えば CO とかでできるというか、発想法としてほしいのは、なんかより自分たちのがアニマルにとっていいよっていう話ができないのかなっていうのを考えてほしいんだよ。で、このディベートだとちょっと使えないんだけど、だからブラックマーケットの議論ってすごいよくあると思うんだけど、去年一応入れてたそのコンサンクションのミート、肉食禁止ですっていう話であったりとか、アボーションの話であったりとか、バンガンとかであったりとか、結構バン系の防止はブラックマーケット使えるって結構聞いたことあると思うんだけど、それなんでかっていうと、むしろ向こうの守りたいものっていうのがより悪くなりますよっていう形でフリップしているから、そういうなんかよくディベートのうち有効って言えるんで、わかるかな。マリファナとかもそうだし、管理されているオープンな状況で流通していた方が、ブラックマーケットとかですごいその流通しているか、の管理が効かないような状況よりも人にとってはより悪いですよねっていう議論で、じゃあ今回なんかバーアニマルエクスペリメントで、例えば仕様でどういうことが言えるかっていうと、結構そのアニマルエクスペリメントで発見されている、まあ、知見であったりとか、その科学、医療分野の発展っていうのはさ、実はアニマルにも結構いいことがあるんだよっていう話がある。どういうことかっていうと、例えば、まあ、狂犬病、そうだし、なんか馬の病気とかもそうだし、結構アニマ、なんか養鶏場とか見てるとさ、結構病気とかでアニマルが死にましたっていうのが何かしら見たことある人いると思うんだけど、そういうものに対してもこういう医療分野全体の発展っていうのが何かしらトリクルダウンして、それこそワクチンであったりとかっていうの、むしろ馬であったりとかアニマルっていうのもある程度受けることができるんですよねっていう話で、エクステンションって一つじゃないから、何かしら一つか二つとかいくつかやるんだけど、そのうちになんか向こうのもうなんか完全なトレードオフでないっていう話し方であったりとか、向こうの守りたいアクターにも自分のベネフィットがその落ちていくんですよっていう話は、さっきのブラックマーケットの議論もそうだし、よりなんか結構ね、いろんな二項対立さえ見抜ければ、向こうのものがむしろこっちの方がいいんですよって、すごい
直感的に分かると思っていて、他にもなんかエンバーメントとエコノミーの 対立とかあったらさ、エコノミーっていうのが発展してテクノロジーがより発展することで環境保護っていうのもこちらがより達成できますっていう話っていうのは多分したことあるのかなと思うから、そういうフリップであったりこういう思考法っていうのを持ってくれるとよりいいかなって思います。で最後は前まあオープニングのなんかこの一つのやり方としてこれすごいエクステンションを考えるときにやってほしいんだけど、アクター分析をよくやるといいっていう話聞くと思うんだけど、結構そのいろんなディベートにおいてアクターっていうのが何人も存在しているときっていうのがすごい多くて、そこからアナリシス深められないのかなっていうような思考法を持ってくれるとすごいより深いメカニズムっていうのが出せるのかなっていうふうに思うんだよね。で何でもいいんだけど、じゃあ例えばポリティクスとかだったらポリティクス系の時っても結構決まっていて、エレクションがありますっていうのと、まあキャンディレートがいますっていうのと、今回じゃ小池さんが出ますみたいな、でその対抗馬がいますっていう話でしょ。で何かしらのそのシティズンっていうのがいて、じゃあここで今度じゃあパーラメントっていうのがありますと。でここにはさっき言ったようにまたガバメントサイドっていうのとオポジションサイドっていうのがいて、ガバメントサイドの中には結構そのヒエラルキー、まあ、どっちもよりね、政党の中にヒエラルキーがあったりするわけじゃないですか。その年長者がすごい偉いみたいな。でこういうアクティビティっていうのが我々はどうやってしてるかっていうと、結構メディアっていうのがここをまあそれこそ文字通り媒介してくれていますねっていう感じで、このシティズンっていうのも結構一括りにはできなくて、例えばじゃあプログレッシブな人、コンサーバティブな人とか、リッチな人、プアな人だったりとか、まあ、さらに政治に関心がある人、関心がない人っていう形で、このように結構これもポリティクスの人もそうだし、プロスティテューションとかでも何でもそうなんだけど、プロスティテューションだったらさ、それこそまあ売春やとかブロスラムの人もそうだし、女性っていう男性とかソサイティとか、じゃあヤングブームとかフェミニストムーブメントとかブラックマーケットとか、すごいいろんなアクター、多分なんか本気でその気になれば毎回7個だったり10個っていうのを出すことができると思っていて、こういうふうにアクターをすごい増やしていくと違う角度から分析っていうのができるんで、まあ、フェミニストムーブメント系だったら女性の権利向上だったら片方が女性の視点からしか話していなかったら、いやこれによってじゃあ男性がどう変わるのかっていう話、いや女性がさあのソサイティにおいてそのステイあのポジションっていうのを得るためにはある程度男性側がどう変わっていくかであったり、その態度っていうのもすごい大事ですよねっていう形で、結構その反対側の視点からすごいその分析することっていうのができるんでね。だからこのオープニングの性のサイドをくっつけるときっていうのは、こういったアクター分析っていうのを毎回すごい考える癖っていうのをつけておいてくれると良いかなと思います。で、ここまで結構いろいろ話したから、今からちょっとスライドを用意するので復習をしてください。はい、あ、大丈夫ですか。で、今やったのがエクステンションで、すごいメンバースピーチ、まあ、クロージング側の、大丈夫ですか。クロージング側 その1人目のスピーカーに活かせることで、じゃあ今度じゃなく WIP っていうのはどうすればいいのかなっていう話をしていきたいんだよね。で、WIP っていうのは極論その自分のチームのエクステンションっていうのがなんでラウンドにおいて重要な貢献なのかを証明するっていうのがすごい、まあ、本質というか重要なあのロールなんだよね。で、なんか俺が1年生の時思ってたのは、だからいや、WIP ってそんなにいても変わらなくないって結構思ったことないですから、ね、ディベートのリプライもそうだけど、いてもいなくてもなんか、そんな結果に影響出ないんじゃないかなっていうのを思っていて、で、なんか、これをちょっと見てほしいんですけど、これ何に見えますか？じゃあ、塩田君。いや、何でもいいよ、別に。
そう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 、ありますね。そのプールっぽく見えるんだけど、これって実はこのなんかビニールシートみたいなやつで、ね、これがそうこの写真の撮り方によって同じ現実が全然、これフレーミングっていうのを言うんだけどさ、でこれと同じことが何が言えるか、どういう教訓が得られるかっていうと、同じような現実があってもどうプレゼンするかであったりとか、どう見せるかによって見え方ってこんなにも違うんだよっていう話。つまり確かにメンバーの言ったことっていうこと自体は変わらないんだけど、それをどうなんか営業みたいな感じで、なんでこのエクステンションがすごい輝いているのかって、なんでこれが大事なのかっていうのを後ろから言うことっていうのはすごい重要なんだよね。でそれがさっきサイドビーにどうして貢献するかを示す。で、なんかそのやり方なんだけど、3つあって、まずディベートをサマライズするっていう要素と、オポジション、相手の自分たちと反対側の方のアーギュメントを潰すっていうリフュートの概念と、さらには自分たちのアーギュメントっていうのをまあサポートだっていうのをしていく、積極的に売り出していくっていうのは、この3つをするのかなと思うんだよね。で、サマライズの時にどういうやり方ができるかっていうのをちょっと1つ、この間 EU でさ、イギリスが EU 離脱みたいな、結構レファレンダムにみんな関心あるかなと思って、それ関係から持ってきたんだけど、その戦争だったり、まあ、その 軍隊の行動っていうのが、そのリファレンダム、まあ、国民投票によってある程度決められるべきだよねっていう話の時に、結構オープニングがどういう話をするかっていうと、それこそさっき言ったシーズンっていうのが、ラショナルだったり、イラショナルだったりとか、コンセクエンスっていうのが、すごいじゃバッドディスコース、グッドディスコースによって、グッド、バッドなミリタリーアクションになりますと。っていうのが、まあ、結構よくあるオープニングかなと思うんだけど、でここで注目してほしいのは、それこそなんかミリタリーっていうのがさ、よく思うのが、結構ミリタリーって機密情報多いよねっていうのは何回か聞いたことあると思うんだよね。でその時にどういう話ができるかっていうと、そのクラシファイドインフォメーション、まあ、機密情報っていう話だったりとか、あと、ガバメント側がする、それこそブッシュみたいに結構その政府市民とじゃないとさ、それこそ軍隊だったり何かしらのロビーングっていうので影響をなんかすごい受けて、結構不必要なミリタリーインターベンションっていうのが多いですよねっていう話を、なんかオープニングとかすると思うんだけど、良くないインターベンションね、その時にどうしてチェックアンドバランスシステムが働いているのかっていう、この2つっていうのは結構今までやってきたモーションから引っ張ってくるって話だったりとか、デッドロックを崩すって概念だったりとか、一番下のこれは何、どっから来てるかって、さっきのアクターの話なんでね、チェックアンドバランスシステムって何かっていうと、それこそじゃあ与党が何かしますって言ったときに、それこそさ、じゃあ野党がいますっていう話もそうだし、メディアもいますって話もそうだし、本当にそのインターベンション、まあ、ミリタリーのアクションが失敗したときにはさ、次のエレクションでそれこそ信頼を失うわけで、結局自分にも返ってくるっていう話で、何かしら のチェックアンドバランスがあって、オープニング、すごいそのオープニングガバメントが言ってるような自分の権益だから、そうとにかく戦争したいみたいな、パッと行くみたいな、それはすごい単純だよねって話ができるんだよね、まあ、こういうエクステンションを出したとします。っていう時に、なんかその、サマライズの時には何かしらの軸っていうのがすごい必要だと思うんだけど、なんか SKP 系でよく使うから、加藤さんには書いたんだけど、よく使えるなって思ったのが、この結構1と2の概念が使えて、人ベースにするっていうのと、結構テーマベースにするっていうものなんだよね。人ベースにするっていうのは、まあ、これなら頑張った場とかの時に、スモーカーだったり、ノンスモーカーとか、いろんな人の視点がありますよねっていう話だし、2番目は、なんかそれこそ、エデュケーション、なんか、This House Breaks Up じゃ、エデュケーショナルシステム、シュル何々みたいな時スポーツ集団みたいな時は、スポーツってどうあるべきなのかとか、エデュケーションってどうあるべきなのか、でポリシーディベートの時は、そもそも政府ってどう、ステートロールって何なのかっていうような、まあ、そういう大きなテーマなんで、ね、っていうのが、結構その一周をまとめるときに助かる。で下の SQ だったり AP っていうのは、まあ、結構みんながよく使ってるやつだと思います。で今回のディベートでこういうエクステンションを出した時には、あ、これちなみに丸1意味分かんない人いる？大丈夫？なんか人がディシジョンメイキングプロセスの時にラショナルかどうかっていうだけじゃなくて、そもそも知れなかったら判断とかちゃんとできないわけじゃないですか。そういう時にこのミリタリーインターネット、ミリタリーっていうか、まあ、ウォーのアクツっていうのはそもそもそのちゃんと知れてないよねっていうような話で、ここから生かすと多分この2つなんですね。そのクラッシュを作るとしたら、1つ目に、いや本当にガバメント側っていうのはリファレンダムっていう形でさ、まあ、デモクラシーに結構近いような、人々が自分たちで決めるべきだっていう話をするんだけど、いや本当にビルっていうのを、ビルだったりオピニオンっていうのを反映できているんですか、ユニークにこのケースっていう話であったりとか、下は SQ がさ、それこそ問題があるから、チェックアウトバランスがないから、このモーション取りますっていう話だから、結構ネセシティがあるのかって、結構よく使う SQ っていう概念とか、この結構毎回 SQAP って調べているんだけど、それは
ちゃんと一つ一つのディベートで何を言うべきかっていうのを考えてほしくて、これはすごいよく使える、まあ、型というかベーシスでありますよっていう話で、さっき言ったじゃあ自分たちの押し出すっていう時にさ、ニューな自分たちのアーキュメントだったりメカニズムだったりっていうのは言えないんだけど、こういったイラストレーションっていうのはすることができるんだよね。つまりさっき言ったクラスファイドインフォメーションってどういうことかっていうと、当たり前だけどさ、あの選挙の時に相手が何すると思っていますかとかであったりとか、さらにはどういう戦略を持っていますかっていう話をさ、選挙で言ったらさ、それ相手にめっちゃダダ漏れなわけじゃん。分かる、シリアにインターフェースしますとかいう時にこういうのを選挙で言っていたらさ、浅野にめっちゃ言ってることになるわけでしょっていうのを結構イラストすることができる。これは結構さっき初めに説得って何かっていうところで言った結構感情であったりとかイメージっていうのを持たせることで、すごい自分たちのエクステンションをうまく捨ててるのかなっていう例なんだよね。はい、でここまでがその押し方で、じゃあ具体的にさっきまで言っていたどういうふうにすれば自分たち の, そのエクステンションがラウンドにおいて重要であるって示すことができるのかなっていうのは俺は4つあると思っていて、これ結構さっきのと本質的には変わらないんだけど、さっき言ったそのデッドロック答えがないような時に新しい視点を入れましたとかコンパリしましたとか、そういうあのデッドロックを壊す方法と、なんかもう一つあってシェアドゴール、なんかその OG も OO も、例えばさっきのアドバタイズメントだったら消費者のまあハピネスなり消費者のユーティリティ、消費者にとってどっちがいいのかっていうのがすごいコンセンサスになっていたときに、スポンサーという形でそのなんかプロダクツにアクセスがすごい高まってるっていうのは、 OG も OO も守りたいものを自分たちが守れるメカニズムを入れましたっていうふうにすればすごい重要そうに聞こえるでしょう。一つ目はなんかそうお互い対立しているから自分たちが解決しましたが、これはなんかどっちも追い求めたものを私たちが見つけました方で、相手が守りたいって言ったら、そのさっきのこの過去3に当たるやつだね、は自分の、まあ、オポーネントサイドが守りたいものを自分たちが守れてますって話だったり、あとこれがすごいよく使えるんだよね。 OG とか CO からこれバーデンのプルーフではないですかとか、これクエスチョン、まあ、クエスチョンでリフュートの形を取るんだけど、こういうのを問われてすごいあの OG とかのケースが弱かった時にそこを自分たちで埋めましたと。さっき の, その、富士山とかで立ち入り禁止っていうのも、いや学びよくすればいいじゃんっていうなんかクエスチョンが来た時に王子は答えられてなかったわけじゃないですか。そういう穴を自分たちが埋めましたっていう形にするとすごい重要そうに見える。結構この4つが1つのパターンかなと思っていて、でこれってもちろんだけどメンバーも使うことができるんで、メンバーだったらイントロとかでよく言うんだけど、メンバーっていうのはとにかく、まあ、その優先順位ってものがあってさ、それこそ自分のエクステンションをしっかり伝えるとかだったりとか、コアなところを反論するであったりとか、メンバーっていうのがすごい自分にしかできないことっていうのがある中で、ウィップスピーチっていうのは結構こういう重要性っていうのを見せるのが役割になっていくのかなっていうふうに考えています。はい、でありがとう、意外ね、うん、でこれ最後にこういう話をしたいんだよね。でなんかやってて、なんか今はクロージングがきついなって思うかもしれないんだけど、これだんだんディベート側のクロートになってオープニングきつくないって変わっていくわけだ。それなんでかっていうと、だから例えばだけど OG ってさ、エンゲージの機会1回ないわけじゃないですか。相手チームにラウンドに8チームもいるのに、とかクロージングになった時には自分はポイでしかエンゲージができないんだよね。だからこそこのポイっていうのがすごい大事になってくる。で、まだポイの役割って多分3つあって、一つはそのスタンス、あのこれどうするんですかっていうので、まあ、例えばよくある例がアボーションの時にレイプケースはどうするんですかとかであったりとかっていうのは、そのアボーションがアキントゥーマーダーであるときに、その統一じゃレイプのときは例外にしますって言ったり、それってプリンシパリーとかスタンスどうなのっていうようなスタンスをクラリファイなりスウェイするようなやり方っていうのが一つ目で、これはクロージングからオープニングへのポイとかですごい有効。クロージングっていうのは自分たちがこれ言おうとして、なんかそれこそポイでクラスファイディングフォーメーションみたいなこと言ったらさ、あれじゃん、セカンド DLO とかにそのまま取られかねないじゃん。だからそのバランスがすごい大事なんだけど、こういうのは結構ローリスクかつ相手をなんかそのスタンスとかの甘さ、モデルの甘さとかをつくことができて、よく使えるのかなっていう話。で、2つ目はエンゲージメントで、これが結構この BP ユニークかなと思うんだけど、これかこれか。まあなんかバンタバとかの時にさ、OG が結構、あ、これなんでかっていうと、オープニングで一番怖いのは埋没することなんだよ。自分たちがもう話さなくなったから、結構クロージングでディベートが盛り上がっていて、自分たちが話していたまたっていうのがすごい、ディスカッションにならなくなる。で、ジャッジの頭にも残らなくて、3位か4位みたいな。それは絶対に避けたいから何をしてほしいかっていうと、その自分たちのアーギュメントっていうのはディベートによって1位残っていますよであったり、2位重要ですよであったり、忘れられない努力っていうのをすることっていうのが大事なんだけど、その時に結構自分たちのそのコアイシューっていうのを、そのタバコの時はあれじゃないですか、その
将来をある程度犠牲にしてでもなんで現状を楽しむっていうその判断がダメなんですかっていうのが基本的にチョイスっていうのを言い換えるとなるんだけど、向こうがじゃあなんかハムがあるっていう話ばっかりしてるときにこういうポールを立つことですごいこの下の3つをうまく達成することができるのかなって考えています。はい、でまあ下はそうだね。でなんか多分だからこれ何が言いたいかっていうと、結構レフュートみたいなのを飛ばす恋する人いるんだけど、まずまあポイ立つこと自体が難しい段階では全然いいんだけど、それはあまり有効ではなく、やっぱり自分たちが推したいものならその自分のチームに名札がついてると思ってほしくて、チョイスであるとかさ、その何でもいいんだけど、ヘアウスであるとかでもいいし、クラスファイルインフォメーションでもいいし、そのなんか名札とか自分たちをリプレゼントするものと恋っていうのは必ずその結びつけてほしい。よっぽどのノックアウト恋でない限りは、ただリフィルトを飛ばすっていうのは少なくとも目指す方向ではないのかなっていうふうには感じています。で最後に、練習を、ね、今後どういうふうにやっていくといいのかっていう話をしたいんですけど、まずちょっと今年かな課題かなって感じている人が一部いるのは、なんか RFD をもうちょっとしっかりユーティライズした方が良くて、なんとなく聞き流している人が若干見受けられるのかなっていうのがすごい気になっていたんだよね。で、これは UTMR かな、 UTMR が RFD とかをどういうふうにユーティライズしてますかっていうのをなんかまとめた資料なんだけど、その UTMR っていうのはマレーシアの大学で、なんかそのジャッジが言っていて、まあ、なんで勝ったかなんで負けたかって、まあ、これは聞くと思うんだけど、自分たちのどこが評価されなくてどこが評価されたのかっていうのはしっかりジャッジの説明の中から絶対に聞き取ってほしい。でそれを踏まえた上で、じゃあ例えばこのアーギュメントが思いつかなかったみたいな、そのここがコンセンサス、なんかカオス大事って話めっちゃしてたんだけど、いやそれなんかお互いコンセンサスで全然その大事じゃなかったみたいな、そういうアーギュメントを受けた時に、じゃあなんでそれを思いつかなかったのかであったりとか、なんでプレパ中、それこそねプレパ中に思いつかなかったのかとか、どういうふうにすればちゃんと思いつくのかっていう話、例えばプレパの時に初めの5分じゃあこう何をか考えようとか、そういう改善でもいいわけだから、何かしら RFD っていうのをすごいユーティライズするような、それはもう体系化だっていうとかシステムっていうのをしてくれないと、これからの練習で RFD を受ける機会ってめっちゃたくさんあるわけだから、そこはしっかりユーティライズしてほしいのかなと思う。でもっと言うと、ファーストのに RFD してるときにセカンドがあんまり効いてないみたいなときあると思うんだけど、なんかそれは結構改善してほしくて、だってファーストにこれ言ってほしかったって話ってさ、すなわちセカンドがこれ言うべきだったっていうことでしょ、ちゃんと埋めてほしかったわけじゃん。そういうのをしっかりメモを取る態度っていうのを言ってくれていれば、より限られた時間であったりとか、そんなそのずっとディベートでできるわけでもないんだわけだから、少なくともラウンドに来たときっていうのは、しかも一番そのモチベ高まってる状況だから、あの聞いてくれるといいのかなって思います。で、まあ、スクシーノートですごいいろんな作り方があって、これ結構簡易版なんだけど、自分がやってるときにまずなんか RFD とフィードバックを書きますっていうのもそうなのと、まずなんかこの大きな二項対立って何だったのかなっていうのを結構自分で考えたり先輩に聞くようにしている。それこそあのアファーマティブアクション系だったらイクオリティとまあメリットクラスかもしれないし、チョイスだったらそれこそガバメントのレスポンシビリティとインターベインっていう結構大きな政府の概念と、小さな政府フリーダムとかインディビジュアルとか権利っていう、まあ、この大きな二項対立っていうのがあるんだなっていうので、しばらく時間経つと多分ファーストプリンシプルっていうのを学ぶと思うんだけど、そういうふうになんかディベートにおいて何がクラッシュになっていたか、何が二項対立になっていたのかっていうのは常に考えるようにしていてくれるといいのかなと思います。で、まあ、クラッシュもそうだし、なんかサインポスト、あのこれは書き直してほしくて、本来これ言うべきだったとか、その3つって書いたのはやっぱりエクステンションを思いつくときとかにあれじゃないですか、クロージングになったときに結構これも言えるな、これも言えるなっていうのをいくつも考えておかないと、オープニングに言われて結構そのまま爆死みたいな、そういう時があるから、いくつもアーギュメントっていうのを考えるのをやっておいてほしい。これ3つでも結構少ないぐらいで、これあの初めて作る人用だから結構これぐらいならできるかなっていうイメージだから、もうちょっと増やしたいなって感じた人はもっと増やしてもらっていい。で、あとはケーススタディとエグザンプルだったり、これ教養っていうのは好きにリサーチ、結局なんかノート作るのって楽しくないと続かないから、どんなに単を真面目にやっていても、だからなんか自分はエグザンプルとかケーススタディとか、 なんかすごいストーリーだしすごい楽しいから、あのここやってるし、なんか興味あったのをすごいあの分析すると、まあ、ヌードプロテストとこれ聞いたことなかったから、どうってやつだろう、ヌードプロテストは動画で見てたらさ、なんか電車でめっちゃ怪しい目で隣の人に見られるみたいな、なんかそういうのもあるんだけど、基本的にそれこそニュースとか BBC とかで見れるわけだし、何かしら自分の興味のある分野っていうのをやってくれるといいのかなと思う。で、最後にこれ絶対やってほしいのが、なんかそこまで
あくまでも結局何のためっていうといいスピーチをするためじゃん。だからそこに絶対落としてほしくて、1回でいいし通学中でもいいし時間はがんなくてもいいから何かしらのスピーチプラクティスっていうのをしてくれると、より自分がやったことっていうのが定着するのかなと思う。これはすごい単純な論理で非常にいいアウトプットになるからだし、本番のイメージっていうのもできるわけだから、ぜひノートだけで満足しないでこういったものっていうのにつなげてくれると良いのかなと思います。で、まあ、最後に伝えたいのが、結局ディベートってこの何かに賛成する反対するっていうものなんだけど、結構その人のストーリーというかさ、アクターにすごい関わるもの、人がいないディベートってほとんどないわけだからっていう時に、何を覚えておいてほしいかっていうと、その相手の立場に立つじゃないけど、その結構想像する力っていうのがディベートで養えるのかなっていうふうに感じてるんだよね。どういうことかっていうと、自分たちって結構想像の世界に生きてると思っていて、だってアフリカに行ったことある人なんてほとんどいないわけだし、それこそ国会のディベートとかしてるけど、安倍総理に直接会った人なんてほとんど数えることだし、結構こういうことが行われてるんだろうなとか、こういう人なんだろうなっていうの、すごい自分たちは想像の世界に生きているわけだ。その時にディベートっていうのは、じゃあ LGBT の人の権利であったり、クアの人の権利であったりっていうのは、本来自分とその違う立場かもしれないんだけど、その人になりきったりとか、その人がどう感じているかっていうのも、すごい想像して、まあ、アーギュメントっていうのを立ててくれた方が、よりリアリティも出るし、より説得的になるんではないかなっていうふうに感じています。まあ、その相手の立場に立つっていうのを、一番最後伝えたくて、これからもみんなディベート頑張ってください。はい、では、以上です。ご清聴ありがとうございました。